第十章、一節から二十二節兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆、雲の下におり、皆、海を通り抜け、皆、雲の中、海の中で、モーセに属する者となるバプテスマを授けられ、皆、同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは、 自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。しかし、彼らの大部分は神の御心にかなわず荒れので滅ぼされてしまいました。これらの出来事は私たちを今める前例として起こったのです。彼らが悪を貪ったように、私たちが悪を貪ることのないために、彼らの中のある者がしたように、 偶像を礼拝してはいけない。民は座って飲み食いし、立って踊り狂った、と書いてあります。彼らの中のある者がしたように、みだらなことをしないようにしよう。みだらなことをした者は、一日で二万三千人倒れて死にました。また、彼らの中のある者がしたように、キリストを試みないようにしよう。試みた者は、蛇に噛まれて滅びました。 彼らの中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は、滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは、時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。だから、立っていると思う者は、倒れないように気をつけるがよい。 あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。私の愛する人たち、こういうわけですから偶像礼拝を避けなさい。私はあなた方を分別あるものと考えて話します。 私の言うことを自分で判断しなさい。私たちが神を賛美する賛美の杯きはキリストの地に預かることではないか。私たちが咲くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。肉によるイスラエルの人々のことを考えてみなさい。 供え物を食べる人は、それが備えてあった祭壇と関わるものになるのではありませんか私は何を言おうとしているのか偶像に備えられた肉が何か意味を持つということでしょうかそれとも、偶像が何か意味を持つということでしょうかいや、私が言おうとしているのは、偶像に捧げる供え物は、神ではなく悪霊に捧げているという点なのです。私は、 あなた方に悪霊の仲間になってほしくありません。主の酒好きと悪霊の酒好きの両方を飲むことはできないし、主の食卓と悪霊の食卓の両方につくことはできません。それとも、主に妬みを起こさせるつもりなのですか私たちは、主より強いものでしょうかすべてのことが許されている。しかし、すべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている。 しかし、すべてのことが私たちを作り上げるわけではない。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。市場で売っているものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい。地とそこに満ちているものは種のものだからです。あなた方が信仰を持っていない人から招待され、それに応じる場合、自分の前に出されるものは 両親の問題としていちいち詮索せず、何でも食べなさい。しかし、もし誰かがあなた方に、これは偶像に備えられた肉です、と言うなら、その人のため、また、両親のために食べてはいけません。私がこの場合、両親というのは、自分の両親ではなく、そのように言う他人の両親のことです。どうして私の自由が他人の両親によって左右されることがありましょう 私が感謝して食べているのに、その私が感謝しているものについて、なぜ悪口を言われるわけがあるのです。だから、あなた方は食べるにしろ、飲むにしろ、何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にも、ギリシャ人にも、神の教会にも、あなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい。私も人々を救うために、 自分の駅ではなく多くの人の駅を求めて、すべての点ですべての人を喜ばそうとしているのですから。